こんにちは。ユナイテッドアローズの木原と申します。本日はユナイテッドアローズの YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今後、ソブリンレーベルの魅力をお客様にお伝えできればと思い、第1回のゲストとしては鴨下さんに来ていただいております。鴨下です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ソブリンレーベルの魅力をお客様にお伝えしたいと思って始めたんですけど、はい、まずは第1回は鴨下さんに来ていただいたんですけど、はい、急遽お受けいただいてありがとうございました。いえ、よろしくお願いします。何を喋っていいのか分かんないんで、いろいろ質問していただければ、はい。はい。もう知らないことばかりなので、いろいろお伺いしたいんですけど、まずソブリンはいつ頃できたブランドなんですか？ユナイテッドアローズの創業の時、はい、1989年。はい。ソブリンっていうもう最高のっていう、まあ簡単に言うとそういう意味合いですけど、はい、当時ドレスが中心だった、はい、ショップブランドなんですけど、その中でも、まあ、最高峰のスーツドレスを軸にしたレーベルとしてソブリンっていうのを、まあ、一角上のものとして作ったんですよ、ね。はあ、そういうスタートがあったんですね。はい、97年にユナイテッドアローズ銀座店が、はい、ザ・ソブリンハウスとして、はいはい、そうですね、あのショップ名は、あくまでユナイテッドアローズだったんですけど、まあ、構成の軸はソブリンレベルを軸にした、単独のお店ということで、はい、その先数年後にはザ・ソブリンハウスっていうのを、まあ、移転とともに丸の内にできたっていう、はいはい、そんな経緯があります。入社した時はもうもちろん丸の内のお店がザ・ソブリンハウスのイメージであったんですけど、うんうん、まあ、先輩方にその銀座店、ユナイテッドアローズ銀座店の時のソブリンハウスのお話をやっぱり聞くの で、 そうですよ、ね、今回も今の世代の人たちだったら知らないですよね。はい、もちろん行ったことなくて、ね、はい、存在すら知らないですもんね。はい、そうですね。まあ、元々ソブリンっていうのはそのクラシコイタリアを、紹介するようなブランドではなくて、まあ、世界中のいろいろな、例えば原産国がイギリス、フランス、アメリカ、もちろんイタリア、日本も含めて、それぞれの国でいいものって作られてるじゃないですか。それを、まあ、紹介するとか、そういったファクトリーブランドなんかに、まあ、ソブリンっていうレーベルを、つけて、はい、まあ、紹介してたんですね。当時だとイザイアなんか創業当時からやってたんですけど、はい、あえてイザイアっていう、まあ、ブランドを、出さずに、はい、ソブリンっていうブランドでレーベルで、はい、紹介したりとか、そういう形でファクトリー、いろんないいファクトリーを紹介する、まあ、レーベルだったんですね。まあ、それを、一つのお店でとして、銀座店で作ったんですけど、はい、まあ、ちょうどブームっていうかな、その、まあ、流行もやっぱりクラシックイタリアがぐっと、強まってたこともあったので、結果的に、クラシックイタリアの代表するお店みたいなイメージを持ってらっしゃる方多いと思うんですけど、うん、はい、自分としてはあまりそこに偏あの偏らずに、もうちょっとワールドワイドな品揃いでいこうというようなつもりで始めてはいたんですけどね、はいはい、その時一番気になってたのが鴨下さんとしてはクラシックイタリアの、やっぱりそこが一番かっこよかった。そうですね、実際、はい、あの油が乗ってましたから、本当に、はい、あのいいファクトリーが、まあ、毎シーズンピッティウールなんかに行くと、はい、見つけられた時期でしたので、はい、まあ、お客様の支持も非常にそのやっぱりイタリア、メイドインイタリーのクラシックなものっていうのに、まあ、支持も高かったっていうのもあるんでね、はいはい、イタリアものを多く取り揃えるお店になってましたよね、はい、本当に、うん、まあ、こう言っちゃあれですけど、一番いい時代だったと思いますね、はい、一番いい時代なんですね。先ほどあの写真が少しこう店内のなのかなと思ってるものを、はいはい、鴨下さんお持ちだったので、これは銀座店のオープン当時のウィンドウディスプレイがちょうど写真残ってたんで、はい、まあ、イタリアのファクトリーブランド、それからドメスティック国産のソブリンブランドのスーツとか、うん、はい、まあ、中には例えばこれプラダがメンズを始めた頃のものなんですよね、はい、今のプラダから想像つかないでしょうけど、そうですね、割と、はい、こういうものも作ってたりとかね、そういう決してあのクラシックだけではなかったんですけど、はい、ただまあ社会性のあるちゃんとした服っていうので、まあ、
取り揃えてはいたので、ヒートンの今の社長ですよ、この人は。あ、そうなんです。遊びに来てくれたりね、ボレリーの、かっこいいですね、当時のボレリーの社長とかね、はい、まあ、賑やかなオープニングパーティーだったんですけどね、まあ、そんな写真がちょっと出てきたんで、ありがとうございます、はい、あとでゆっくり見てください、はい、97年の3月、オープニングの日なんですね、こちらが。そうですね、多分これボレリーの隅々、うん、オーダーの、はい、コーナーですよね、はい、まあ、ネクタイはニッキーはじめドレークスだったり、はいはい、もう本当に今でも取り揃えてる、はい、ブランドですね、はい、クラシックだけではなくて、クラシックをいかにこうアップデートしていくかっていうことを、まあ、常々考えるんですけど、はい、時代性を感じるようなブランドを、まあ、ミックスコーディネーションしてスポーティーな中に、うん、あのモダンさを取り入れるっていうことを、まあ、当時からいろいろなブランドを、まあ、差し込んでって、はいはい、そんな雰囲気を出してったっていう、そんな、うん、はい、それがこの陶器はプラザメンズでしたね、はい、今モダンっていう言葉があったと思うんですけど、うん、やっぱり僕ソブリンっていうのはやっぱりそのただクラシックだけじゃなくて今だったり現代的モダンなところのやはり考えがちゃんとあるブランドなのかなとか、むやみにあのアップデートモダンにしようとしててもあの地に足がつかないようなものが割とできちゃいがちなので、はい、決してあのそうではなくて、やっぱりあくまでオーセンティックではなくて、はい、今リアリティを感じるクラシックってなんだろうっていうものをこう、まあ、見つける探す、うん、っていうことがすごく大事かなと思います、はいはい、モダンさって言っても新しただただ新しいとかではなくて、やっぱり伝統的に、まあ、継承されてきたものの中でちょっとこう手を入れるとすごくリフレッシュされて、うん、新鮮に見えるようなそういったクラシックっていうものの見方をするとモダンさっていうのが、まあ、理解してもらえるかなと思います。あとやっぱりこういうイタリアの方とかこう皆さんスーツスタイルかっこいいなって思ったりするんですけど、ね、やっぱりソブリンはやっぱりドレススタイルをそれでもやっぱり大事にしているブランドだと思うんです、ね、はい、軸にちゃんとある、まあ、あのもちろんソブリンっていうのはその社会人のための、どこ行っても恥ずかしくないような、はい、きちんとしたスーツを軸にしたレベルですから、本当に質のいいスーツを、ずっと提供し続けているレベルだと思いますよ、はい、先ほど、まあ、イザイアでこう仕立てていただいたりとかあったと思うんですけど、はいはい、もうその頃って多分イメージなんですけど、なんかすごく大きいスーツを着られている方とかあんまりフィットしてないものとかが多かった中、ね、はい、90年代初頭っていうのはまだまだ、クラシックな仕立てのスーツでも、はい、まあ、今でいうルーズフィット、はい、80年代引きずってましたから、うん、まだまだジョルジオ・アルマーニが健在だったし、うん、そういう意味では今見るとちょっと大きすぎるなっていうのがありましたから、やっぱりクラシックといえど時代によって微妙にこうそういうサイズング、はい、みたいなのも変わっていきますし、はい、まあ、それは一つの時代でしょうね。それをやっぱり鴨下さんたちがこううまく日本の人の方がかっこよく着れるようになるのかなって思ったりとかも、うん、そうですね、それは確かにあります、はい、あの日本人の体型にフィットするように細かい注文をつけて、うん、はいはい、うるせえやつらだなと言われながら、はいはい、でだん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 なんかフィットしていったっていうのは確かにありますね、まあ、スーツっていうのもあの一番大事なのはフィット感ですし、はい、それがイタリア製だろうがイギリス製だろうがそういうことではなくて、はい、やっぱりその体型にしっかり合って、でもちろんその作り縫製っていうのも、きれいにできていることっていうのがそのフォルムを美しく見える要素としてはとても大事なことだし、それ以上に大事なのはやっぱり素材ですよね。どんなに仕立てが良くても素材が良くなかったら、良いスーツにはならないんですよね。まあ、そういうことをちゃんと兼ね備えているスーツであることっていうのが、まあ、どんな国に行っても恥ずかしくないスーツになるし、はいはい、恥ずかしくない人に、まあ、見られる、まあ、条件要素じゃないかなと思います、はい、決してあの、はい、そのデザインとかではなくて、うん、そういうところはもうあくまで控えめに、はいはい、でいいんです、はい、決してあの誇張するものではなくて、はい、どんな場に行って、はい、
どんな人にお会いするかによってどんなスーツを着るか、どんな着こなし、身だしなみをするかっていうのを決めるものであって、はい、やっぱり自分本位ではないっていうことはわきまえた方がいいかなと思います、はい、相手をリスペクトして着る。そうです、はい、全くその通りです、はい、現在のソブリンでもドレススタイルを軸にしっかり大切にやっていっているんですが、うん、時代潮流とあるようなこうカジュアルスタイルやスポーツのスタイル の, アイテムを増やして今のソブリンはご提案しているんですけど、うんうん、アドバイザーの鴨下さんから見て、はいはい、コメントであったり、まあもちろんどんな時代になってもソブリンっていうレベルは、スーツを軸にっていうのはそれは変わらないと思います。まあ、その量バリエーションの違いだと思いますね。確かにまあここ数年の潮流からすると、まあライフスタイルが変わります。当然ライフスタイルが変われば装い方も変わります。そういう中でソブリンとしてその、まあ、スポーティーな要素が強まるっていうのは必然なことだと思いますよ、はい、先ほどのプラダのように今必要であったりというか、はい、今ちゃんと汲み取って、うん、ドレスを軸にしながらもっていうのはやっぱり今も大丈夫ですか？大丈夫かどうかはお客様が決めることですけど、はい、ソブリンがまあ UA がとってもいいでしょうけど、やっぱり大事にしなきゃいけないのは、はい、その伝統的なものを継承して、いかにリアリティを持ったものにしていくかっていうことですよね、はい、ちゃんとストーリーがあるもの、はい、うん、語れるもの、そういうものづくりでありもの選びであり、あれば、それがソブリンだろうが、他のブランドでも、そこさえちゃんとわきまえるっていうかな、踏まえた上で、はい、特にソブリンはそれが強いブランドレベルのはずですから、はい、背景が見えるものづくりっていうのを心がけてもらえればなと、はい、ありがとうございます、はい、では本日は鴨下さんありがとうございました。すごい勉強になりました。そうです、終始緊張してるもう鴨下さんの前で顔は笑顔だけど引きつってるもんね。いやもう、はい、すごくすいません、このような形で、第1回目のゲスト鴨下さんをお呼びしましてソブリンのお話をいただきました。僕も初めて知ることがたくさんありましてすごく勉強に、まあ、まだまだありますけど、またあそうですよ、ね、呼んでください。はい、ぜひまた今後は商品紹介であったりとか、あとはもう少しコーディネートとかいろいろなところをまた他の方もゲスト呼んだりとかして、うん、お届けできればなと思っております、はい、本日はご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ご苦労様、ありがとうございました。